してるんですか、先輩。篠崎さん、おはようございます。おはようございます。今その猫が茂みにさっと入っていきまして、呼んだら出てきてくれないかなと。すっごく可愛かったんですよ。これくらいの小さい茶色の猫さんで、ね、すごくモフモフで柔らかそうな感じなんですよ。自己紹介ですか？猫の話ですよ。ですよね、猫の話ですよね。あ、もうこんな時間、急ぎましょう篠崎さん。はい。